私のこと言ってもいい？そういうの大好きだ。どこにも出口のない日々が突然に変わりそう。僕も同じこと考えてた。だってどこにも居場所のない日々で探し続けていたこんな人を変わる君と出会えて初めてのときめきだよ。二人だから扉開けて飛び出せるよ。教えてよ、何が好きか。サンドイッチ、僕と同じやないか。私たちはよく似てるね。あ、また揃った。考えてること、感じていること、そう本当似てるね。一人寂しい日々にもうお別れしよう。二人だから扉開けて飛び出せるよ。今もう二人だから。おかしなこと言ってもいい？僕と結婚してくれ。もっとおかしなこと言ってもいい？もちろん。